ちください。地方には人と馬が放つとてつもない熱量がある。魂を揺さぶるドラマがある。声を枯らせ、全身で感じろ。地方には見たことのない世界がある。グランダムジャパン小馬シーズン地方競馬。ソロダ競馬、これから8レースを迎えます。それでは次に行われます9レース各馬の増減をお伝えしておきます。9レースは B1 クラスの特別競争、9頭立て1230メートル戦です。1番トップターゲットプラス4キロです。2番ファインキャプテンプラス5キロ、3番名将飛び猿プラス2キロ、4番ハムレットプラス4キロ、5番 KI 北斗星マイナス5キロ、6番クイーンズハリジャンプラス7キロ、7番ヨドノベストは増減ありません。8番ビランドリーマイナス2キロ、9番エイシンハヤテプラス6キロです。以上、次に行われます第9競争、出走する各馬馬体重の増減でした。ナイター照明に火が灯って、上空もかなり暗くなってきました。馬場が浮かび上がるような状況となって、幻想的な風景となっている園田競馬場です。これから1230メートル線、スターター台上です。ここでファンファーレです。ソロキンナイター第8競争 A1A2 混合特別競争1230メートル線、正面スタンド前右手からの発走です。ファンの皆様から一番近い位置でのスタート、迫力あるスタートシーンをご堪能ください。この後の9レースも1230メートルのレースが組まれています。人気の中心7番ヨーライフク、最後に向かって今収まりました。スタートしましたと、3番エイシンシャルルが立ち遅れて後方からになってしまいました。2番のギャラクシー X がまず一目散に逃げていく。4番東方ハンター2番手に取り付きました。5番のトゥリパ3番手、7番ヨーライフクは今日は4番手からの競馬、1コーナー1番ラミアカーサがその後の5番手です。その外に6番のアルファアリエス1頭置かれる格好で、3番のエイシンシャルル最後方、2コーナーのカーブ速い流れで800を切ります。先頭は2番ギャラクシー X 石堂騎手、リードは4分の3馬身から1馬身、4番東方ハンターが2番手、3番手に5番のトゥリパです。2番手の内側へと外側へと並んでいきます。その後ろから7番のヨーライフク押して現在4番手、前走オープン逃げ切りましたが4番手から今日はレースを進めて今3番手へと上がっていきます。1番のラミアカーサがその後ろ、6番のアルファアリエス続いて、後方から3番エイシンシャルルもこの圏内追いつきました。前の争いは5番のトゥリパが抜け出していきました。3歳馬4コーナー先頭、その後ろから迫っていく1番ラミアカーサ、7番のヨーライフク伸びを変えてまだ 4,5 番手の一戦、1番のラミアカーサが外から差し切る、5番のトゥリパが2番手、その後ろようやく7番ヨーライフク2番手に接近、内が3番エイシンシャルル、1番ラミアカーサ合理、1番ラミアカーサ鮮やかな差し切り、2着5番のトゥリパ粘って7番ヨーライフク追い上げましたが3着まで、1番のラミアカーサ川原騎手の騎乗でなんとも鮮やかな勝利でした。第8競争 A1A2 の混合特別競争、川原騎手の騎乗で1番のラミアカーサが勝ちました。川原騎手4レースに続いての今日の2勝目、通算6勝目となった1番ラミアカーサ、先に5番のトゥリパもいい感じで抜け出していきました。休み明けの3歳馬、小馬のオープン準オープンを相手に好走してみせました。よく粘っての2着、その後に7番ヨーライフク今日は控える格好で追い上げましたが3着まで、勝ったのは1番ラミアカーサゴールドアリュールの3区、通算6勝目、
そして2着に5番トゥリパ、力のあるところを見せました。そして3着に7番のヨーライフク、3番エイシンシャルル、スタート大きく後手に回ってしまいましたがよく追い上げて4着です。あとは逃げた2番ギャラクシー X、 6番アルファリエスなど続いています。8レース到達順は1番、5番、7番で上位入線確定まで、もうしばらくお待ちください。